どこ見てんだ。こっちだろ。ねえバカじゃないの、どういうつもり。急にバスケ部辞めるなんて、あんたそんなこと言える身分。いきなり辞めたらお前の雑用誰がやんの。無責任って言葉知ってるか。あ、もしかして昼のことで調子に乗ってる。クラスの連中が味方してくれたって。だから部活もぶっちか。そんな勝手許されると思ってんの。でも私、でも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 って、だから何なんだよ。なんでお前なんかが私らの足引っ張んの。絶対許さないよ。許さないってどう許さないんだ。てめえまだいたのかよ、不審者。皆さんご覧ください、不審者です。学校の教室に不審者が現れました。清涼高校ミステリー研究会外部指導員。はあ？理事長先生からご指名を受けてわざわざ外部からボランティアで来てる。矢上探偵事務所の矢上だ。え？まだ君らには伝わってなかったみたいだな。不審者呼ばわりは多めに見てやるよ。でもこれからは毎日来るつもりなんで、よろしく。俺らもう部活なんで。ああ知ってるよ。頑張ってな、マッツン。嫌な奴らだね、あいつら。大丈夫？はい。高田さん、俺は探偵で君に聞きたいことがあって来たんだ。三越葉ヒロについて。彼、2ヶ月前教育実習に来て、その期間中急に来なくなったろ。その時、何か彼に変わったこととかなかったかな。トラブルを抱えていた様子とか、見慣れない人が周りにいたとか。それを、なんで私に聞くんですか。さっきバスケ部で君が三越葉とよく話してたって聞いたんだ。私が三越葉先生と。いや、聞いた話と違ってたみたいだね。ならいいんだけど、これから俺ちょくちょくこの学校に顔出すからさ、よかったら仲良くしてくれると嬉しい。じゃあ。私今日八神さんの声に助けてもらいましたよね。私毎日ずっと誰も助けてくれなくて、でも私も自分がいじめられてるって言えなかったから、みんな当然みたいにしてるし、笑って見てる人だっていたし。でも今日はみんなが私のために声を上げてくれたんです。びっくりしたけど、あの時最初に私を助けてくれたのは八神さんの声ですよね。かもね。やっぱり。そっか。ありがとうございました。私、今日みんなの声でやっと自分が今までひどい扱いされてたって分かったんです。私もバスケ部のあの人たちにちゃんと嫌だってって言ってもいいんじゃないかって。それで部活辞めることにしたんだね。高校に入ったらバスケをやるのが夢だったんです。子供の頃読んだ漫画がかっこよくて、下手でも一生懸命頑張ったら仲間が増えたりするの。だからきつい練習でも頑張ろうって思って。
思ってたんです。なのに逃げてやめるとかかっこ悪いですよね。高田さんは何も悪くないよ。ただ世の中には不公平がいっぱいあって、それを居心地がいいと思ってる連中が山ほどいるんだ。人を見下すことでしか笑えない連中がね。そんなのにいちいち向き合っていくなんて、俺は時間の無駄だと思う。そういう時はさ、やっぱり逃げていいんだよ。八神さんは強い人だからそんな風に言えるんです。じゃあさ、逃げるって言い方変えてみようか。え？バスケは部活でなくたってできるし、場合によっちゃ学校に通うことだって絶対必要なもんじゃない。どうしても諦められない夢なら、どこか他にも必ず道がある。その道を探すことをさ、何も逃げるなんて言い方しなくたっていいと思うよ。そんなのってありですか？なんかずるくありません？まあそう堅いこと言うなって。ミスケンの外部指導員なんでしたっけ、八神さん。ああ、もし何か相談があればいつでも言ってよ。例えばバスケ部を辞めさせてもらえないなんてことがあったら。はい、頑張ってな。探偵さん、八神さんだっけ？ああ、そっちは部活に行くんじゃなかったのか。あのね、マッツンと榊って、さっき私と一緒にいた男子たちが御子柴先生のことで話したがってるよ。は？八神さんに協力できるかもって。なんか調べてるんでしょ？御子柴先生なら私たち結構仲良くしてたし、いろいろお話できると思うんです。それでね、八神さんには今までのことを水に流してもらえると嬉しいんだけど。急に塩らしいんだな。やっぱりほら、まずいもん。うちら先生方には内心とか握られちゃってるし、八神さんの口から妙なことチクられちゃうと進路に響くわけでさ。マッツンたち今このすぐ上のフロアで待ってるから、話だけでも聞いてもらえませんね？お願いします。この通り。なるほど、そうやって俺をおびき出したいわけか。何人くらい待ち構えてんのかな？上のフロアは3年生の教室だっけ？先輩たちも味方につけた。証拠もないのに疑ってくるんですね。傷ついちゃうな。大人にそんな目で見られたら誰だってひねくれちゃいますよ。マジでショック。わかった、いいよ、話は聞く。友達にすぐ行くって伝えといてくれる？本当？あざーす。こっちですよ、八神さん。わざわざお呼び立てしてすんません。御子柴先生と仲良くしてたんだって？ちょっとよく聞こえないですね。もう少し近くで話せません？まあそれもそうだな。
ここにいるみんな、三越葉先生をよく知ってるのか？いや、先輩方がよく知ってるのはハンピン・リューマンの方です。ハンピン・リューマン、ここらのギャングだよな。ああ、俺あん中にダチがいてさ、女連れで遊び行くと歓迎してくれんだよ。たまに小遣いだってくれるし、まあそういう関係なのよ。でさ、何か困った時はハンピンの名前出して構わねえって言われてんのよ。女の子を売る代わりによくしてもらってるわけか、強いお友達に。バカも使いようだ。おだてて味方につけときゃいい用心棒にもなる。道具はまず使い方を覚えなきゃ。遊び半分でいい気なもんだ。いつか気づいた時には向こうから食い物にされてんのがオチだぜ。気ぃつけとくよ。でもあんたは俺らより自分の心配が先だろう。今後俺らに少しでも手出したらハンピン・リューマンに歯向かったってことになるんすけど、状況分かってもらえましたかね、八神さん。とりあえず俺らに詫び入れときましょうよ。当然慰謝料もつけて。それ参考までにおいくら？100万。持ち合わせがなきゃいい闇金知ってるよ。そっちは清流会ってヤクザがやってる。ギャングの次はヤクザか。そんなのちらつかされちゃ子供扱いはできないな。あ？もう一発のギャングだよお前らは。抵抗した分は慰謝料上乗せね。ああ、分かってるじゃねえか松井。よっしゃやるぞ俺ら袋だ。しばらく寝とけっての。目がてめえ。見えねえだろ。もらった。ざけんな。え？あいつ飛び降りたんすか？いや、どっか影に隠れてやがんだ。ちょろちょろゴキブリみてえによ。お前ら探しに行ってこい。見つけたら知らせろ。俺はそれまで一服してくるわ。オッケー、わかった。さすが余裕だな。先輩、俺らはどうしたら？お前らは俺と来い。一緒にヤニ食いながら報告待ってようや。チス、お供します。先輩やっぱ超強い、かっこいいです。まあなあ、可愛い後輩たちのためだ。
どうすか先輩、教室ですタバコの味は。わざわざそっちからやられに来たか。おい茜、他の先輩呼んでこいよ。分かった。気をつけた方がいいよタバコ、先生に見つかったら大変だろう。けどまあお前らしつけがなってないみたいだから、代わりに俺が少し指導してやるよ。あ、なんだと。てめえこっちに来てやがったのか。どうだ、余裕ぶっこきやがって。今度は逃がさねえ、きっちり仕留めてやるよ。調子乗ってんじゃねえよ。おい、なんなんだよこいつ、こんなのって強すぎだろ。よ、さっきの俺に詫び入れろとか慰謝料がどうのって話。え、あれまだ続けるか。いえ、それも忘れてください。じゃあこれからは仲良くしてもらおうかな。痛いさ、肩が。八神さん、みこしばのこと全部聞かせてくれ。あいつとは仲良くしてたんだろ。みこしば先生はその放課後はほとんど毎日バスケ部にも顔を出してて、現役の俺らからするとちょっと面倒くさいくらい。顧問が席外すとすぐ頼んでもないのに熱血指導してきて、例えば全員に10本出しとか当たり前に命令するし、で一人でも制限時間を超えたら連帯責任つってもう10本。すぐ初心者の甲田が穴だって目をつけられました。三越場は甲田さんにだいぶきつく当たってたんだって。そりゃあいつはどんくさいから、1年の後輩まで甲田にはイラついてましたよ。おかげで部に一体感は出たけど、初心者の女の子を一人みんなで寄ってたかって貶めてチームがまとまった。ご立派だよ。三越場には両親から失踪届まで出てる。今も消息不明だ。何か事件に巻き込まれた可能性がある。じゃあ甲田に殺されてたりして、地上のもつれとかで。面白い推理だな。もっと続けるか。いえ、やめときます。沢先生とは何か話したんすか。
三ヶ島先生のことなら一番詳しいと思いますけど。沢先生が言うには三ヶ島は優等生だったし実習もうまくやってた。あとはバスケ部の OB で面倒見も良かったとか、そんなとこ。あれ、そうなんすか。そんな印象いい感じに言ってました。ん、なんかおかしいか。いや、沢って実習中なんかずっと三越葉先生にそっけなくて、だから俺そのこと三越葉先生に聞いてみたんです。そしたらやっぱりそういうことだったらしくて。ん、三越葉先生って昔この学校で同級生が自殺したらしいんですけど、その時沢からいじめてたんじゃないかって疑われたんですって。だから今もそれを引きずってるみたいだって寂しそうにしてましたよ。沢先生が三越葉をいじめの加害者だと。俺三越葉先生に実際いじめやってたんすかって聞いたら、あの人笑ってごまかしてたけど。私は英語を教えてただけですが、三越葉君は成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし、だからあの先生が三越葉を本当はどう思ってんのかもう一度聞かなきゃだな。まあね。天沢。実は。ん？なんだって？なあ。
糸倉。八神さん。ああ。八神さん。沢先生、もうお帰りですか？いえ、さっき理事長に呼ばれてたみたいです。じゃあ理事長室？ええ、外からお客さんみたいでした。よくは知りませんけど。そうですか、どうも。失礼。八神さん、彼らは神奈川県警です。三越場君の失踪について話を聞きたいとのことで。それで沢先生に話を。ええ。しかし何が起きてるんですか？あなたも三越場君のことを聞きたがっていた。警察から説明があると思います。多分彼らも俺と同じ情報をもとに動き出したはずですから。三越場君はもう生きていないんですね。やはりそうなんですか。
2ヶ月前教育実習中に失踪していた大学生三越葉博、無残な他殺体となって発見された彼のその人物像が矢上の調査で徐々に浮かび上がってくる。三越葉は4年前に同級生を自殺へ追いやった罪を免れ、そのことを周囲の教師らも承知しているようだった。八神さん、ここで何してるんです？まあまあ、先生は職員室にお戻りですよね。ご一緒してもいいですか？今警察が来ていろいろ話を聞かれてました。そうみたいですね。あなたは三越葉君のことを知ってたんですね。殺されてたって。だから彼のことを聞き出そうとしてたんでしょ？ええ、でもほら、ここじゃなんですから。なんで早く言ってくれなかったんですか？三越葉くんが事件に巻き込まれてたなんて。警察もまだ伏せてる情報なんです。先生だって他の人に言わないようにって言われませんでしたか？それはそうですけど。刑事たちは他に何て言ってました？そんなことあなたに教える義理はないです。うん、確かに。そもそもあなたは部外者なんです。校内への立ち入りは今日限りにしていただきます。また喧嘩でもして不審者が生徒に危害を加えたなんてことになったら大問題ですから。大丈夫です。その件はもう話がついてますんで。え？ミステリー研究会が俺をぜひ指導員にって言ってくれてるんですよ。理事長の了解も取れてます。俺はもう部外者じゃありません。いつの間にそんな。話は戻りますけど、警察は誰が三越葉君を殺したかもう当てをつけてました。いえ、警察が教えてくれたのは三越葉くんが殺されてたということだけです。何日か前、偉人町で見つかった死体が彼だったと。お気の毒です。あとは三越葉くんが教育実習中にどんな様子だったかをずっと聞かれてました。こっちからは全然質問できる雰囲気じゃなくて。そうですか、なるほど。あの、何か。三越葉くんを殺した犯人ですけど、もしかして先生心当たりありません？え？例えば以前この学校で息子をいじめられたと考えている江原明弘です。当時三越葉くんはその加害生徒として名前が挙がってました。江原さん、まさか。あんな痴漢で捕まるような人が。やっぱり警察は何も話してないみたいですね。どういうことです？江原さんは三越葉博の殺害に絡んでる可能性があります。は？2ヶ月前痴漢で捕まってからずっと拘留されてたのに、偉人町のフラン死体を三越葉だと言い当てたんです。県警が身元を特定するよりも前に。
じゃああの江原さんが三越場くんを殺したんですか？直接手を下したわけじゃありません。アリバイがあるんで。でも実行犯とつながってはいるはずです。八神さんはなんでそんなこと知ってるんですか？沢先生、情報はギブアンドテイクでいきません？え？4年前に先生は三越場にいじめをしてたんじゃないかって問い詰めてたそうですね。いえ、それは。でも今日先生は俺に三越場くんはいじめをするような子じゃないって、まるで正反対のことを言ってました。ああ、以前と三越場への印象が変わったんですか？それとも俺に嘘を？嘘だなんて。ちなみに三越場は今日見つかった高田さんへのいじめにも関係してたようです。なんというか人を見下しがちなタイプだったんですかね。そんな。三越場は4年前江原の息子をいじめてたんじゃないですか？そして先生は何かその辺の事情を知ってる。違いますか？嘘はなしでお願いします。殺しの動機に関わる大事なことなんです。敏郎くんです。え？江原の息子だなんてそんな呼び方。あの子の名前は江原敏郎くんです。そうですね。すみません、まだ仕事が残ってるので。先生、今夜9時伊勢崎ロードのプラージュってお店に行きます。そこでなら話せるってことですか？ええ、多分。もしもし、あ、俺今やっと学校出たとこ。海藤さんどうしてんの？飲み歩いてるよ。3軒目に来たとこだ。つまり今日はもう働かねえってこと。なんだよ、拗ねちゃって。つくもたちも一緒？杉浦なら一緒だぜ。つくもはなんかのシステムがトラブったとか言って事務所に戻ってった。なんかのシステム？バズリサッチャーだかなんだかよくわからねえが、要するに飲んでる場合じゃないんだと。どうする？お前はこっちと合流すっか？いや、この後沢先生と待ち合わせてんだ。はあ、たぼうよ。それはいくらなんでもずるくねえか？あのね、遊びに行くわけじゃないんだから。ほう、じゃあ俺も混ぜろよ。どこに行けいい？酒入ってちゃ仕事になんないでしょ。じゃあまた。んなこと言ってどこか引き込むんじゃねえだろうな。おい、タモ。お、はあ、え？え？えっと、へえ。あのさ、
天沢。ええ。ええ。それって。はい。ですが、なんだって。へえ。ところで八神さん、いや、ええ、実は。なあ。はい。なるほど。まあな。ええ。真の名探偵ならば。天沢、お願いします。へえ。ですが、察するに。天沢、どうも。今日から外部指導員することになった八神だけど、部長はいる？ああ、
私が部長の沖手川ドームです。理事長から話は聞いています。そっか、それじゃあ話が早い。これからよろしくな。八神さんでしたっけ。一つお聞きしたいことが。ロボットに関しての知識は？いや、特にないけど。またこれだよ。ん？八神さん、理事長に頼まれたのでしょうが、我々としては外部指導員など必要としていません。え？我々は我々だけでうまくやっていますので、部活に来ていただかなくて結構です。ああ、沖手川君だっけ。一応俺も仕事で来てるから、必要ないって言われても困っちゃうんだよね。邪魔はしないからさ、時々見に来てもいい。さすがに顔出さないでいると理事長に叱られるだろうし。まあ邪魔をしないのなら。それじゃあ改めてよろしく。チェ。八神だ。一年の桜伝統です。ところで。はい。はあ、八神だ。高森しおん。ん？へえ。あの。チェ。あ。八神だ。車崎哲郎です。なあ。あ、その。へえ。はい。なあ。ん？はあ。まあ。いいですか。ああ。うん。お。試合の時間です。なあ。ええ。マジかよ。高森。おいおい。何？まずいな。なあ。実は
なあ、何？おいおい、お願いします。はあ？最適解だ。ふざけんな！消去法だ。おい、いいですか？起きてが。ええ。
ああ、八神さん。おう、